ガリーナ・ワシリエブナ・スタロボイトワは、ソビエト連邦及び、ロシアの政治家、民族問題の専門家として知られた。1946年5月17日、チェリャビンスクに生まれる。その後、家族と共に、レニングラードに移る。レニングラード大学心理学部を卒業後は、工場で、心理学専門家として、カウンセリングに当たる。その後、 建築設計事務所勤務のから、大学で社会心理学の講座を持つ。1971年レニングラード大学から社会心理学修士の学位を授与される。その後、心理学からソ連の民族問題へ関心を持つようになり、1974年ソ連科学アカデミー民族学研究所に勤務する。同研究所に17年間勤務し、 その間かフカス地方の調査を実施し、1980年科学アカデミーから民族史学の分野での功績を評価されて、社会人類学博士候補の学位を授与された。1989年科学アカデミー民族館関係研究センター上級研究員に就任する。また、研究生活の傍ら、ペレストロイカにおける政治改革に賛同し、 アンドレイ・サハロフ・博士らと行動を共にする。スタロボイトワの墓、2009年撮影1989年、憲法改正で新設された人民大議員大会の大議員選挙にアルメニア選挙区から立候補し当選する。1990年にはロシア連邦共和国人民大議員にも選出された。同年にボリス・エリツンが、 ロシア連邦共和国最高会議議長に就任すると、スタロボイトワは民族問題担当国家顧問に就任し、1991年エリツィンがロシア大統領就任に伴い、民族間関係担当ロシア連邦大統領顧問となる。1991年8月のクーデターではエリツィン陣営に参加し、最高会議ビルに立てこもった。1993年、 民主ロシアに参加し、共同議長に選出される。同年11月大統領顧問を解任される。1995年12月ロシア連邦議会、会員国家会に選挙に、サンクトペテルブルクから立候補し当選する。1998年11月20日深夜、サンクトペテルブルクの自宅前で武装した防寒二人によって、自動小銃と単銃で銃撃され即死した。 52歳、補佐官のルスラン・リンコフも重傷を負った。葬儀には玄関の中、数千人の人々が何時間も立ち尽くしてロに抗議した。ありがとうございます。